はい、今ね廃墟に来てます。見えますかね。見える。見える、はい、廃墟ですね、うん、でここの廃墟は何回か来たことあって、うん、ここの風呂場がすごい。風呂場。風呂があるんだ。風呂があるんだけど、まあ言ったらわかるけど、うん、まあとにかくすごい。すごい。どうすごいんやろ。血塗られてるよ。よくわからんけど、うん。すごいんやろ、うん。でそこで廃墟の風呂に入ってみたっていうのをね、やってみようと思うんですよ。マジか。ただこの廃墟は電気がつかないから。電気も使わないし水も出んから、うん、水のタンク持ってきたの。おでその水のタンクで湯船に水入れて、うん、そこに入ろうかと。あ、すごいね。水風呂ね。水風呂。そうまずその風呂を見てみてもらったら分かるけど、うん、すごいよ。マジか。それ死ねられてるから。死ねられてる。ヨさんめっちゃ見てみたいね。見てみたい。死ねられてる。死ねられてる。死ぬられてる。来ましたよ。カムジ。まあ一回。うん。水持ってきたんだけど、タンク置いてるやん。ああ、うん、そっか、先に来てたんね。先に行かしたんだけど、うん、で、風呂場はどんな感じ。風呂は、あ、これうわ、あ、こんな感じ。ジョーさん、これはすごい。なんじゃこれ。うわこれすごいよ。やばいんじゃない。やばくねえこれ。これ風呂場よね。そうで、一回下宿場の一回来てさ、ミキちょっと汚かったから、うん、汚かったから水でちょっと洗った。あ、水ちょっと洗った。おお、うん、でここで風呂に入ろうと思うんだけど、水もちょっと待ってね。はい。すごいやん。これが風呂場か。これが風呂か。すごい、天井まで。あれかな、こういう柄なんかね。こういう柄。こういう柄。いや、わからん。で、誰か入ってから、こう、まあ、いたずらじゃないけど、なんか。ああ、暴走族みたいな。暴走族か、もしくは、なんかそういう、本当に、そういう、貞子みたいなのがおって、それが、ちょっと、暴れたかもしれない。ああ、怖いよ。あ、ということで、水入れます。はい。じゃあ、移しちゃって。ようやるよ。まず水に、湯船に水を、これは足湯ぐらいだね。足湯って確かに。いくぜ。オッケー。すごい。もう二つ。うん。まあもう二つ入れれば、うん、体ぐらい入れて入るやろ。ああ、まあね。まあ。まあなんか、半身浴。半身浴みたいな感じ。半身浴ね。半身浴。まあこれで、オッケー。どこまで行くか。うん、まあいいんじゃない。うん、ね、こんだけ入ればここのやつが風呂に見えてきたよ。今から入るからね。入ります。すごい絵面やね。よし、入ろうか。ちゃんと水も入ってる。湯船に水も溜まってるから入れると思う。で、一応シャンプー持ってきた。メリット。懐かしい。で、タオルはまあ、適当にかけていって。ふすまやろ。じゃあ入るよ。手出して。ライト。
さあちょっとためだった。ヨゴさん来て、ライト、ライト、ライト出して。オッケー、入るよ。よちょっと待って、ちょっと待って、これ、冷やいんよね。うん、まあ、水やからね。汚いし、冷やいって最悪じゃない。ちょっと待って、これ男を見せるんだ。なんか浮かんでるしね、なんか浮かんでるしね。そうなんか浮かんでるしね。これ何なんか得体の知らないものが。いや、めっちゃ冷やいんよね。あ、そう、冷やい、冷やい、冷やい、やばいやばい。オッケー、これやばいって、これ正解。あー、オッケー、いきます。てってってって。いや、じゃあ、まあ、入ってないから。あ、そう、めっちゃ冷やいんよね。あー、どこまで入らないんこれ。まあ、くつろいでもらわんとね、ちょっと。ベタって座る感じ。うん、汚っ、汚っ、汚っ。さすが廃墟のプロ。廃墟のプロやから。あ、冷や、冷や、冷や、めっちゃ冷や。廃墟のプロやから。そうだ、そうだ。で、周りがこんなんやから。周りこんなんで、風呂。おかしいやろ。メリット。メリット。あ、メリット。メリット。メリットまだあったんやね、メリット。おかしいやろ、これ。絵面、この絵面おかしいやろ。絵面がそうや。靴の弦はこんなの。ちょっと待って、メリットやから、ね、これはメリットや。これはメリット使ってもらうんだよ。これ正座でよくない？正座でよくない？正座で。あ、ええよ。ええよ。うん。あ、入った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 。寒い。寒い。寒い。入ってまーす。思った以上に寒いそうです。思った以上に寒い。でかい、あのね、あの、壁が気にならない。あ、そう。まあ、これが気にならないぐらい。これが気にならないぐらい。はい、寒いです。で、メリット。メリットやべえやつやん、俺。廃墟。いや、冷やいんよ、マジで。これね、あったかったら、いいんやけど、冷やすぎて。いや、だって水だもん。まだ水だもん。まあね。メリットやね。メリット。何のメリットあるやん。あ、うまい。あ、うまい、うまい。それが痛かったんだ。それが痛かった。いや、これメリット使えて無理やね。いや、無理やろ。無理やろ。この赤いのがいい感じやね。赤いのがね。赤い。これやからね。サダコやん。ちゃんと部屋映ってる。映ってるよ。ほらほらほら。よし。じゃあもう10秒数えて上がろうか。うん。オッケー。予算数えようか。数えて。はい。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よっしゃ、OK、 やりましょう。はい、何のメリットがあるんじゃ。何のメリットもございません。本当誰得って感じ。ダウンタウンやったら山崎芳生やからね。なあ、お帰りの、あるよ、ネットコマーシャルの逆やからね。上島竜兵や。押すなよ、押すなよ、押すな、押すな、押すな。はい、じゃあということで、はい、満足したかい。何のメリットがあるの。メリットどうしたかやけ。マジか。あ、予算メリット、あ、メリット、あ、メリット、あ、メリット様、メリット様。これあれ、はぁ、これあれは後で編集でね、何のメリットがあるんだって。はい、どうやった写し方で、写した側は、うん、写した側、うん、写した側、いや、ここ出て写ってる、カメラ写して、あー、でもね、意外と自然やったね。自然やった、自然やった。なんか風呂って感じ。あのね、うん、壁の手形と風呂っていう風呂、うん、そう。で、一応こう廃墟だから、うん、廃墟の風呂に入ってみたっていう感じだから、まあそういうネタやからね、ネタっつうか。で、
手形、うん、まあ、これはすごいあの血塗られた感じがいいかなと。ほんとすごいねこれ、よう見つけてきたねこんな。あすごい、うん、まあでもまあよかったよ、あよかった、うん、意外となかなかできん経験かなと思う、ねうん、すごいなんか、ね、情熱大陸みたいな情熱大陸あよかったよかった、うん、結果よかったってこと。